は、うん、我が家のエアコンは31年前のものですが動きます。おお、使ってらっしゃる。エアコン使ってます。使い方かな。じゃあでも相模原市のターボーさんはですね、はい、我が家のエアコン40年もの、うん、マンションに最初から備え付けてあるエアコンです。あ、はいはい。うちは使わないのではなくもう使えないんです。あ、物置台になってます。ああ、新しいのは別に使ってらっしゃるのかな。取り付けられてるんですかね。どうなんでしょうか。なるほど、はい。使える人もいれば使えないっていう。エアコン、エアコンって普通は10年でとかって冷蔵庫もつけどって言って、それに対してのメール皆さん早いね。早いです。続々いただきました。私ね、本当に私がそれだけの我が家では使っております。31年でもし売ってたとしたら、時間にして、1分から、そう、早くて40秒ちょっとかかりますね。コロナに打つのにね、はい、かかるでしょう。だから電話をかけて、で、ま、電話も5回で留守電になる人と10回までかけなあかん人おんのよ。焦って帰られますよ、ね、そうなの。でも、もう早く留守電してよと思いながら電話でビャ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 っと喋って、ほんでコロ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 こうですこうです、なんとかかんとか、じゃあねバイバイっつってメールに戻して留守電聞いてくださいませ。手が込んでますね。そしたら10回までのコールを待ってんだったら、ひょっとしたら話せてたかなっていうのもあるんですけどね。そうですね。いやもうね、本当に今になってあのスマホ講座の本をもう必死で読みながら改めて勉強してますね。NHK でやってた時はまあ時間制限もあるから、でも内容を考えると25分ぐらいの番組だったんですから、2時間ぐらいかけて撮ってたんですよ。で、割と覚えたつもりでもやっぱり嫌なんですね。使ってこそなんですね。そうですね。フェイスタイム、フェイスタイム、フェイスタイム、ラインとね、ラインと頑張って、はい。まあ本当にあの暑い日が続いてますから、皆さん熱中症にはくれぐれも気をつけて楽しい週末をお過ごしください。和田アキ子でした。日本放送柿原忠でした。じゃあ来週までお元気で、さよなら。